Senko no. いいか、くれぐれも僕の邪魔をしないでくれよ。はいはい、分かってます。勉強させてもらいます、本郷刑事。落ち着け自分。ここは寛容な大人の態度を見せつけてやらねば。もうそろそろかな。資源採掘ベース302号、あそこだ。 そのまま中に入っていいの？ああ、穴を下って内部にランダーのドックがある。そこに止めておくといい。了解。おお、採掘ベースって中はこんな風なんだ。いやー、コロニーじゃ絶対こんな風景見れないし、惑星って感じだね。 そうだ、観光地にしてお金取ったら儲かるのに。まったく、遊びじゃないんだぞ。そうだ、ツィラン君、ちょっといいかい。はい、何ですか。この辺りの巡回を頼みたい。不審なランダーがいたら記録しておいてくれないか。わかりました。頼んだよ。私は？ 黙って僕のすることを見ていろ。何この扱いの差。失礼。 GSO 捜査課の本郷と申します。 GSO さん、悪いんだけど義勇軍も呼んじゃったみたいで。すみませんね。ハルモニア義勇軍ですか。まあ問題はないでしょう。 そういうのに関わるなって言ってなかったっけ。君は口を出すな。<笑>現場なんですけど、作業を止めるとまずいんで暴走したやつ以外はとりあえず動かしちゃってます。暴走当時の状況は？うちで6機あるうちの一つが勝手に動き出して最後にボーンと。通報では 無人だったと聞いたのですが。それは。ええ、その時は時間外でしたし、誰も怪我してないので間違いないかと。なるほど。失礼します。あなたが現場責任者の方ですか。ああ、はい。ああ、ハルモニアの。こちらの方は？ GSO 捜査課の本郷です。すみません。 取り急ぎで現場が GSO さんにも連絡したいようで。そうでしたか。ではお手数ですが、事情説明をお願いしたいと。待ちたまえ。何か。我々の聴取が終わっていない。帰れとは言わない。しばらく待ってくれないか。<笑>何を。ここをどこだと思っている。 ここはハルモニア、そして僕たちはハルモニアの人々を守る義勇軍だ。同時に GSO の所轄でもある。ハルモニア区域の自治権は尊重するが、同様に GSO の捜査権も尊重してもらいたい。分かった。早くしてくれ。 こちらチャンポ。姉さん、巡回してたら変なランダー見っけたんだけど、どうしよう。わかった。今から私もそっちに行く。逃がしちゃダメよ。了解。ってことで本郷検事、あとよろしく。待て、どこへ行く。
まさかやり合うつもりじゃないだろうな。私はランダーノリよ。戻ってきなさい。厄介事はなしって言ってたしね。了解。そこの坊や、こんなところで何してるのかい。ちょっとは強くなったでしょ。ダッシュ、よっしゃー、オービタルレーザー、ダッシュ、じゃん、はい、かくやろう、ダッシュ、おっ、はやっ、よし、行くぞ、次は僕のターンだ。わシェルテンソッド送ったぜ。シーラン先輩、勉強になりましたです。ふう、危なかった。ランダーの暴走事故は今週に入って3件目。ジラさん、どう思います？原因は不明。それぞれの事件に因果関係は見つからない。ならば、たまたま事故が連続しただけと見るか、それとも。僕は偶然とは思えません。これは、事故ではなく事件です。証拠はありませんが。思い込みは禁物だぞ。はい、失礼しました。もう少し考えてみます。うん、あまり一人で根を詰めるなよ。ジラさん、本郷さん、お茶にしましょう。おう、ありがとう。悪いが、僕は今忙しいんだ。そう言うな。行くぞ、ジャスパー。わかりました。なごむね。ですね。ディクシー、そっちのお菓子取って。はい、であります。いつの間に休憩スペースがここまで充実したものに。殺風景な職場にこそこういったオアシスが必要なの。ティーセットのない職場なんて考えられないわ。あ、桜子さん
さんの受け売りだ。桜子さんというのはお二人の隊長さんでありますか？うん、そうだよ。どんな方ですか？長考でありますか？紅茶はあるかい？紅茶味パックならあるわよ。なら今度本物の紅茶を持ってきてやろう。へえ、あんた紅茶が趣味なんだ。それなりにたしなむ。モテようと思ったんでしょ。いや、ないな、ないない。あ、わかった、コーヒー飲めないからだ、刑事のくせに。本当に失礼なやつだな。本郷君、そういえばみんなに伝えることがあったのでは？10分後にミーティングをしたい。集まってくれ。はーい、了解であります。最近頻発しているランダーの暴走事故についてみんなの意見を聞きたい。いわゆる捜査会議というやつだよ。待ってました。これは事故なのか事件なのか、両方の立場で検討したいと思うのだが。これは事件ね。君もそう思うか？で、その根拠は？だって爆発でしょ。事件の匂いがプンプンするわ。爆発するかどうかで事件と判断するのか、この脳筋。お、今の私の言葉、何かヒントになりました？なってるわけないでしょ。ジーボー、後で覚えてなさいよ。暴走したランダは全て爆発、炎上していたな。はいです、おかげで手がかりが見つからないのであります。とはいえ原因は様々ですし、爆発した箇所もタンク、バッテリーと様々、火薬など外的要因も見つかっていませんが。ジャスパー、共通点はそこじゃ。これは事件だよ。ああ、うわ、なんかみんなかっこいい。説明していただけますか？あ、姉さんもかっこいい方に参戦だ。頑張れ。二人ばっかり分かって、ずるい、ずるいです。宣言撤回。つまり暴走の結果爆発したのではなく、ランダーを爆発、破壊することが目的だった。暴走はその過程に過ぎないと。何のためにそんなことを？証拠を隠滅するためと考えるのが妥当だろう。だがランダーの損傷箇所に共通点はない。何を消した？形のあるものとは限らんな。どういうことですか？ま、それを調べるのが私たちの仕事だよ。この辺で上がりかな。ジーボー、これからどうする？一緒に帰る？あ、これから本郷さんと書類の整理をするから先に帰ってて。ふん、もう頑張ってね。ねえ、明日の休暇久々にショッピングでも行かない？ジーボーに似合いそうな服あったんだ。姉さんの服のセンスはあれだからな。何か言った？あ、実は明日も用事あって。また今度ね。付き合い悪い。何よその用事。本郷さんと模擬戦の特訓をやるんだ。そうだ、姉さんも参加する？
またあいつ？あんた最近やけに懐いてない？別にそんなんじゃないけど。いいじゃない、僕が休みの日を誰と過ごしても。なんかチーボー最近生意気。反抗期ってやつ？僕が姉さんの思い通りにならなかったら反抗期なんだ。やっぱりチーボー反抗期だ。っていうか前から思ってたんだけど、チーボーっていうのやめてよね。じゃあ。くっそー、せっかくの休日なのに腹立つな。いっそのこと模擬戦に乱入して二人ともギタンギタンにしてやるとか。ごめんね、荷物持たせちゃって。いいよこのくらい。ミカミクリ、偶然だね。2年前のあれ以来だっけ？いや、ルキノ君のパーティーに呼ばれて以来だから1年ちょっとかな。あ、そっか。それでこちらは？彼女はアーネチカ・アルフェルフ。もしかして奥さん？なんていうか。えっ、あのね。だって恥ずかしいじゃないか。なんて恥ずかしいのよ。ヘタレで困ってて。ひどいな。アーネチカ、こちらは G.S.O の保安部の人で、チャンポさん。あ、どうもチャンポです。お見かけしたことあるかもしれないけど、直接話すのは初めてかな。ええ、でもミカから話を聞いたことがあります。以前の事件で大変お世話になったとかで、その節は本当にありがとうございました。え、そんなご丁寧な、困ります。そうだ、この近くに僕の事務所があるんだ。せっかくだから寄って行って、お茶でもどうかしら。それじゃあお呼ばれしちゃいます。では行きましょう。お邪魔します。へえ、なかなかいい雰囲気ですね。ありがとう。お客さんはそれほど多くないんだけどね。それでも綺麗にしておきたいじゃない。お客さん、何の事務所なんですか？マフィアかな。冗談だよ。ほんと、ごめんなさいね。へえ、探偵やってるんだ。探偵、まあ、何でも屋というか、いろいろと。ランダーで何でも事件解決の、ランダー探偵ってね。珍しいよね。だからお客さんも少ないというわけ。そっか、トリプルエース辞めたって言ってたから、てっきり乗らなくなっちゃったんだと思ってたわ。僕もそのつもりだったんだけどね。やっぱりランダー乗りはランダー乗りってことなのかな。いいじゃない、恋人も理解があって最高ね。理解というか、アーネチカが乗れ乗れってうるさかったんだよ。なーにその言い方、聞き捨てならないわね。一時期何にもしなくてふぬけてたからじゃないの？まあそういうことだそうです。はいはい、尻に惹かれてますね。ごちそうさま。そういえば彼はどうしたの？スイラン君だっけ？
あら、彼氏？違います。あら、まあ、弟分ですよ。いちいちあいつの行動なんて知りません。私はあいつの保護者じゃないんでね。なるほど。水のやつだ。見たまえ。残念、そこではない。見たまえ。取れ。死ね。取れ。どうしよう。今度は一味違うよ。行くよ。水のランチ。無粋なやつだ。